こんにちは、速稼塾の久保です。もうね、16時になってるんですけど、雨もないし、風もないし、台風一体どこに行っちゃったんでしょうかね。せっかく今日の公民館の集まりは近所なのに車で来たんですよね。このベルファイアなかなかいいでしょ。こうフェイスがね、こんな感じで、だいたいこの車乗ってる人ってなんかやからだって言われるんですけど、でも確かにね、この外観そうですね。まあ、トヨタも何を考えて作ってるんでしょうね、やっぱりね。見てと。いや、広島だから雨にもなってないし、風もないですよ。ちょっとね、この車はね、後部シートが快適なんですけど、オーナーは乗ることがないですね。誰かを乗せるときだけ乗った人が喜ぶみたいな。当人は乗ることがない後部シートはね、広々としてますけども。いや、暑い。全然ね、まあ雨、小雨は降ってますよ、小雨はほら。降ってるんですけど、対して、これ台風かやなと。セミの音がするでしょ？ほんと何も起きてないですよ。明日が夏祭りの準備で、明日は夏祭りなんですけど、これはね、できそうです。ただ地面がこんな感じなんで、ちょっとね、地べたに座るわけにいかないんで、もしかしたら、台風の目に入ってるんですかね。西アクラソンはどうですか？西アクラソンの山根さん。はい、山根です。はい、こんな感じで、中央公園、山がありましてね。のどかですよ。田舎町ですよ。本当おかげさんで。よし、じゃあちょっと乗って帰りましょうかね。今日はね、ナイト2000じゃないんですけども、結構降ってますか、山根さんのところも。いや、暑いな。いや、うちはね、広島のこの瀬戸内海沿岸はなぎですよ。なぎっていうか、海見てないんでなぎかどうかわからないんですけど、何も起きてないですね。ちっちゃい水たまりがちょびっとあるぐらいで、あとやっぱ暑い、やっぱり。曇ってますか、青森曇ってますか。なんかすごいいいですね、この日本全国からレポートが届くみたいな。はい、青森どうでしょうか、青森の由美さんみたいな感じでね、中継ができるってもんですけども、なんか関西地区とか近畿とか、あの辺にお住まいの方はお天気どうでしょうか。あと離島の方とかもちょっとお話聞きたいですね。まあライブ放送をご覧になってる方が5人って出てるんで、5人じゃ何箇所も無理かな。皆さん元気ですか。井上陽水です。いや、暑い、暑い以外出ないですよ。今月の25日、海老名の方に FX のオフ会で参りますけども、26、27と関東にね、滞在することになりそうです。27日の16時から男はつらいよのね、プレミアム試写会があるんですよ。青森は晴れてますか。はい、広島が曇ってる感じです。そうですね、青森は晴れてますが地震が来た。あ、本当ですか。今日です。地震もね、やっぱこう怖いですよね、地面が揺れるのは。手の施しようがないですからね。まあ、まさに腹くくるしかないっていう、逃げ場所がないですよ。地震の時は空がいいのかなとか、海がいいのかなと思ったんですけども、やっぱどこもね、荒れますよね。 あとね、地震が起きるたんびに人工地震兵器だっていう人もいるんですけども、人工地震兵器なんでしょう。はい、中央公園からこうやって車で1分ぐらいで我が家に到着です。我が家にはね、ナイトが止まってるんですよ。だからね、このベルファイア入らないんですよね。いいですか、あそこに止まってるんですよ。震度4、それびっくりしましたね。なんかその震度4だと、なんかその本棚から物が落ちるぐらいのレベルだったと思います。阪神淡路大震災の時、私岡山でまだ大学生してまして、確か朝ね、
上から物が落ちてきてびっくりした覚えがありますよね。なんか戦争かと思ったんですよ、本当に。空襲かと思って、ああ地震なんだなっていうのは後で分かったんですけども、ニュースで見ると阪神高速がね、なんかなぎ倒されてて、大自然の脅威を知ったという感じですけどね。はい、じゃあここ駐車場に止めて、まあ、今日の放送はねそれだけです。台風が来てるけども雨降ってないよみたいな放送でした。ありがとうございます。